阿藤修司、26歳出身地は福岡県。バスケット歴は26年かな。高校3年の時にインターハイで準優勝、大学生の3年生の時に、インカレで準優勝。そうですね、小学生の時も中学生の時も全国大会っていうのは経験しました。もともとは僕両親がバスケットボール選手なんですよ。福岡県で割とローカルヒーローな人で、やっぱり父親に負けたくない、妹にも負けたくない、弟にも負けたくない、ギャフンと言わせたかったのかな、父親を。多分出てくる人たちって技術そんなに大差ないと思うんですよ。どんな相手が来ても絶対勝つんだ、いや俺が上に上がるんだっていう気持ちを持って、それが例えば、NBA 選手が来たってプロが来たって、その芯が揺るがないやつが優勝できるやつなんじゃないかなって僕は思います。いやもう僕はもう今回の、いや僕はもう福岡でも出て、福岡で優勝し、福岡で優勝したひるきけんじさんに負けたんですよ。正直ひるきけんじさんに負けた時って僕やっぱりその気持ちがどこかにあったんですよね。最後まで行くぜ。負けた時にひるきさんだからって思っちゃったんですよ。ひるきさんだからしゃあないみたいな、いやしゃあなくねえしって。だから今回は本当にひるきさんのコラムとかを見て思ったんですけど、どんなやつが来ても絶対に負けないって思ってたし、絶対諦めないと思ったし、絶対勝つんだ、もう絶対勝つんだって、そればっかり考えた。そう、まあ、ちょっと今思い返してみたら本当に自分じゃなかったかのような気持ちがしないでもないし、初めての経験だったかもしれないです自分の中で。今度のジャパンファイナルでひるんだらもう負けだと思います。絶対にひるまない。でも、もう失うものはないんで僕には。僕正直言うと大学生までの競技バスケの中だと意外といろいろいい経験はしてるんですよ。確かに自分がエースだったりとか僕が主力ですごい出てっていう感じじゃなくてチームが強かったんですけど、ただストリートバスケになってから、結構ストリートバスケやり始めて僕何年か経つんですけど、正直今のところ何にも自分の中で自分で勝ち取ったっていうものがあんまりなくて、ストリートボールの中でなんかでてっぺん取りたいです。わかんないです、何のてっぺんを取るかわかんないんですけど、みんなの記憶に残りたい。修司ってやつがいた、修司ってすげえやつがいた、ストリートボールっていうのは記録には残りにくいものだから、スタッツとかがあるわけじゃないしプロみたいに。だからもう子供からいろんなベテランの選手の人か先輩たち、みんなの記憶の中に修司ってすげえボーラーがいたんだっていう記憶を刻みたいですね。